どうも、男オブザイヤー2017受賞最有力候補、三井です。というわけでね、スプラトゥーン2男のガチマッチ、今回もやっていきたいと思うんですけども、いやね、前回ガチヤグラが A 隊に上がり、まあその前に、ガチエリアが A 隊に上がりっていうね、感じで順調にいってるんですけども、まあ今回ガチホコなんですけども、まあガチホコが勝てねガチホコが本当に B 隊でも余裕でボッコボコのボコにされるので、今回作戦を考えてまいりました。まあ私のつけてね、装備の方をご覧いただきたいんですけども、まあ今回武器はスプラシューターで、頭、服、靴すべてサブインク効率をつけております。これによってね、クイックボムをね、バンバン投げまくって相手をぶっ倒していくっていうね、地獄のクイボ作戦でやっていきたいなと思います。さて、富士坪スポーツクラブですね。まあ、このステージはですね、多分なんやかんやでスプラトゥーンって上と下の勝負だったら上の方が有利じゃないかなっていう気が最近してきまして、だからなるべくこの上の方で、あ、ちょっとこれ割り負けくせ、ちょっとみんな、あの、今は行くな、そうそう、ここで死ななかったの、あ、やれ、何、もうあの二丁拳銃、やべ、上の方が有利とか言っておきながらあっさり下の方に下がっていく。このうお、いけいけいけ、よし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 、まずは一勝だけど、ちょっと待ってね、ちょっと待って、どこだ、ほこどこ、ほこあっち、ほこあっちか、ちょっと誰か止めてくれ、ちょっとこの着地買っとくか、あーぶーん、イカれすぎだ、誰もそっち見てなかったっていうな。まああるあるある、まあ大丈夫大丈夫、ほこなんてワンチャンスだから、ワンチャンスでなんとかできるけど、そのチャンスが作れるとは言ってない。とりあえずこれは割っとくべ、え、ちょっと待って、俺これで死ぬくせ、危ない、ちょっとあのクイボ投げてる、あ、俺とちった、このタイミングで俺取るべきじゃなかったの気がするんだよね、ちょっと、いや、戻りすぎ注意と言われた、無理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 、これ無理だって、だってあっちからはいけないでしょ、で、あっちから行くしかないやんっていうね、ちょっと自分を正当化させていただく、もうダメだ、ここまで来てる時点でもう実質負けでしょこんなもん。いやいや、俺は諦めてね、まだ三井の目は死んじゃいね、ていうか言うほど食い棒投げてんねん俺、うん、今の無駄着地はいいとして、ちょっと荒らされすぎなんだよな。いや、ここどうだろう、でも、ま、攻めるっていう姿勢が大事なんじゃないかなって、お、ていうかまだ生きてんのか、俺も地獄の食い棒作戦をやりたいんだけど、重いのがインクが足りない、とりあえずこれ邪魔なもんは、よしよし、割り負けるどころか、こいつはやる、まあ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 同着だけど、こっからひっくり返すね、どうすっかね、ちょっと一回ちょっと作戦会議タイムを取りたいんだけど、みんなと、やられたじゃなくて、やられたっていうようなボタンなんだけどさ、あんまり同じ人がさ、何発も何発もさ、やられた連発でと、たまにちょっとムカつくことある。まあ、僕は男の中の男なので、ムカついたりはしませんけど、お前いつもなんかやられた打ってんな、みたいな。おー、ちょっと、ダメダメ。ダメダメ。うおー、ジャンピングダッシュ、あれで敵倒すの結構難しいな。オップ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 、あ、ごめんなさい、ごめんなさいって言ったら許そう、マジで戦争のない世の中希望で。S プラスになる。なかなか志の高い、お嬢ちゃんだ。そって、お、ちょっと。あれ、どっちから来る、君。来るか。ここはちょっと、橋の上の戦いに。なし、あ、ダメだ。見たいじゃ勝てねえ、勝てねえ。勝てねえ。てか、スパッタリーってやっぱ強いな。来てる、どこね。もしかしてあいつ、来ないっていう選択肢選んでる。まだ1分40秒だから。ちょっと。敵のキル能力高えな、マジで。戦闘力がちょっと違いすぎるような気がするんですけど、単純にこれ、ここの運び方うんぬんちゅうよりは、単純なもう、白兵戦で、あ、こら、やっちった。いや、これでも、明らかすぎないか、ちょっと。先生、これちょっと、さすがに戦闘力の差があると思います。
さすがに。ちょっと先生、あのロゴスだと思います。ピンチ。いや、ピンチはす、てか向こう全員 B プラスで、こっち B、B マイナス、B マイナス、B マイナスって、どんなマッチングやねん。さて、バッテラストリートでございやす。バッテラストリートの方がどうだろうね。まあ、なんかこう、一気にバッていかれちゃう感はまだ少ないかな。あの、富士壺は本当に早いんだよね。あの、ルートにもよりけりだけど。バッテラはそこまで早いっていうか、初手、また初手割り負けなのか。よしよし、オッケーオッケー。オッケーオッケー。もっとなんか、食い棒使っていきたいな。お前味方が。食い棒。今割って、なんか、がっつり詰めてきて、インク足りねえよ。ちょっと、ごめん。あー、ごめん。俺、着地の使い方が、やっぱ、がぜん下手だな。食い棒で、ガンガン。ちょっと、俺行くわ、もう。こっちだな。多分、一番早いのこっちだよ。で、これで倒して、倒して、誰かお願い、もう。もう、今のはなんか味方を攻めてるんじゃないですよ。むしろ自分の、あの状況どうにもできなかった自分の不甲斐なさを嘆いてる。そんな男らしいあれでございます。でもあれだ、白兵戦で今回、割とがっつり勝ててる感がある。うわって、全然見てなかった。ありましたそんなボム。全然見えてなかった。あいつボム隠しの天才がいるな。これジャンプできる？これジャンプできそう？なんか、彼はなんか、ジャンプするためにあそこにいてくれた感が。あるんだよ。ちょっとこれ、俺取ってっか。これ、あ、ごめんごめん。あー、ちょっと、車の影ならいけるかなと思ったんだけど、彼なり貫通弾かなんか持ってる。なんかそういう、モンハンでいうとこの、これジャンプできなかったね。どうあがいてもジャンプゾンな気がする。はい、死に行きました。もうなんか、陰キャかよ。二人してなんか、ジョボジョボなんか、スレションみてえななんか光景だったじゃねえか、この野郎。っていうね。なんか視聴者の声を代弁してなんか敵に悪口を言ったように聞こえたかもしれないあれでしたね。今の僕は全くそんなことは思っていない。心の底からな。なんか今回人数有利でもあんのかってぐらいなんか割となんか、え、ちょっとなんて後ろにいんの。後ろは卑怯じゃない。ベベまあまあまあ、こんだろう。今回俺なんかちょっとゲームが有利に運んでるからなんか荒っぽいな。プレインがもっと丁寧にちょっとこの辺のなんかね起死回生のポイントとかも潰しつつ、なんかこういったゲームで負けるのがやっぱり一番残ないから、やっぱこの地獄の食いぼ作戦でこのねサブ効率3つ済みならインク満タン時で3つ投げれますかね。あそこに9番分投げてるだけのおっさんがいるな。だからこの食い棒力を生かしてな。そしてこれで割っていくと。そしてだ、なんか投げられてる。ちょっと、なんか今、センサーみたいなの投げられたけど、今味方のセンサーだった。完全敵センサーかなと。カモン、わかった。ごめん。ちょっと、ただ、お、ちょっと後ろが来てる。後ろのこの、うぞうむぞうなんとかしてくれねえか。ただ俺は行くんだなぁ。オッケー、ありがとう。かなり味方に救われた部分が、あまりです。よし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 。いや、味方が白衛戦強かったわ。おぉ、キル中が二人もいるね。俺全然キルできてないね。まあまあまあ。とりあえずセーフゾーンまで行きたいな。セーフゾーンまで行ったら、B は維持できっから。それセーフゾーンまで行くべや。はいはい、富士壺スポーツクラブ。こっちの方が油断ならないんだな。こっちの方が最短決戦あるんだよね。あと、この部屋ほとんど B プラスです。B なの僕ともう一人ぐらいでした。だから、僕が仮に足引っ張っても僕は悪くないと思います。はい、出た。必殺。男の言い訳だ。おっさんの男の言い訳出た時の勝率は 100%。かどうかは知らない。そんな統計学はない。ここね、この地獄の食い棒作戦がもう一つ使いにくいステージでもあるんで、え、何この人、うまいのか、え、うまいな、多分うまい。なんだ今の勇者みたいな動きは。あれでさーって運べたら、マジで神だったけど、ただ、本当にこっちから行くと早いんだよな。ちょっ
と持ちてえけど持てねえなー。これどう、俺も着地使ってから行きたい感あるけど、あぶあちょっと、あこれ持たない方がいいよ変に。ガッ、え、やべやべ、これで下に降りるの結構やばくねえか。ちょっと着地します。やべ、とりあえず倒して、やべえな、これよかったよかった。48ぐらいで止めれたならまあそれはよしと思っていいんじゃないか。うん、今んとこ僕が取って、んいる、なんか敵いる、いる、ちょっと、よしよし、 OKOKOK、 どっちから来る敵、ちょっと敵をここを守らなきゃ、お守りしなきゃ、守っていかないと、えらい、俺は何もしてない。うわごね、肉壁になったね、1秒だけ。9番、なんか9番ボブにやられる日かもしんない、あるじゃん、なんか多分ね視聴者の皆さんもなんか月に1回ぐらい9番ボブにやたらやられんなみたいな日あると思うんですよ。多分僕今日その日だと思います。ちょっと今日の僕にはすごく優しくしてほしい。食いぼれ索敵しつつ、ちょっとこれはにゃんぎゃん、うーやべやべ、ちょっと今バケツくんしかいないぞ味方が。どっちから来る、どっちから来る、どっちから来る、ちょっとこれで判断ミスったら終わり。でもこっちから来ると、こっちってあれなんだよな、時間かかるけど、こっち誰も警戒してないパターンがあるんだよな。これは割り負けるな、9番ボムダリーな、もうだるいマジで。ちょっと人足りん、人足りん、人手が足りん、ちょっとブラック企業みたいなこと言うけど、人足りん、人足りん、ダメだ人が足りね、もうあーダメです、ワンオペキッズ、いやーじゃあもう止めた、えらいけど、えらいけど、こっから逆転するんプランは、まあ最短ルートを通っていくことかなと思うので、まあ俺はこの辺の道を作って、ちょっとありがとう、何に対してか分かんないけど、地球に対してありがとうと言いたい気分。あれな、こうサブインクガン済みだから、逆にこうメインのインクが足りないっていう可能性があるな。もうどんどん食いぼー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 、いや必須マジ、もう一段階弱体化してもいいな、これはこれ街の声としてありだと思います。必須もう一段階弱体化希望の、あのなんでかって僕必須をあんま上手に使えないからです。すげえ王様みたいなこと言った。多分こっちルートから行くのが好きな民なんだな。こっちルートは時間かかるけど、なんか安定感あるもんな、割とこっちの守備手薄ってパッティーンが多いから。ダメだ、あの辺にいる、あの辺にいるけど、僕の地獄の食いぼ作戦で倒せるかどうか。いる、あば、ま、遅かった、俺の老人の反射神経では。やべやべ、たうわもう厳しいな、これあと1分だったら最後イモられる可能性がある。むしろ攻めてきてくれる方がありがたいんだが、常に人が1人2人足りないっていう、この牛丼屋チェーンのようなワンオペ具合、もうワンオペではない、もう9番ボム投げる病気やめてくれ、その病気治してからスプラトゥーンやってくれ。あーバババババババ、あー倒せなかった、今のは勢いでいけるかなと思ったんだけど、あー飛ぶ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 、いけー、おーららららおーらら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 ら、あーっと俺取る、俺取る、もう俺取るけどさ、あの敵だけは倒しといてほしいんだ。何で死んだ俺、カーリングボム、なんか今日ボム見えてない日かもしんない、月に1回だけあるボムが見えない日かもしんない、これはダメですかね。まあ塗り状況がぜん悪いオブザイヤーだもんね。ひー、これは割れちゃいます、なんかお情けかなんかで。ちょっと、みちさんはすごく、21キルしてて、ごめん。21キルの人と0キルの人が。あ、人数少なかったね。よかった。セーフ。そっか、0キル0スペシャルって、そりゃそっか。まあ、そりゃそうでもないんだけど。
さてと、富士そばスポーツクラブでございます。どっちかというとこっちの方が苦手かな、やっぱり。なんかこれルートの読み間違いしたらおしまいみたいな。で、あれじゃないか、これね、この撮ってる今日現在の話なんですけど、今日現在追加されたなんかキャンピングシェルターみたいなやつ、敵も味方持ってる人いますね。あれどうなんかな。なんか普通の、ちょっとごめんなさいごめんなさいごめんなさい、何でもします。あーもうなんだよ、もういつマジでキャンピングボーイ、マジでさ、なんかもう、なんかすごい言ってない、ちょっと待って、何進んでる進んでる、キャンピングボーイが遊んでる合間に、おっぽおぽぽ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 、行くで行くで、ごめんなさい、何ですか。もうキャンピングボーイ遊んでんじゃねえよ、意外と威力高いよなキャンピングボーイ。飛べないオブザイヤーなので真ん中ぐらいに飛びます。キャンピングがな、傘よりは確実に戦闘能力高いような気がするので、おっと、なんか急に少年が現れたから、あれどこ行った、ここどこ、ここ潰す、ここ潰す、 OK、 最低限 OKOK、 もう道作られてるから、ね、この辺をちょっと叩き潰すことに全力を。誰も悪いんじゃん。あーダメな、あのキャンピングボーイうまくね、ちょっと待ってくれ、なんか俺が下手でやられてんのかなってさっきも思ったけど、多分うまいような気がする、あのキャンピングボーイ。あんなに綺麗にジャンプ中のマシに当てれるなんてただものじゃないような気がするんですよ。うおー、いけ、うわー、何もこれ邪魔くさいんだけど。オッケーオッケー、みっちゃん来てるよ、みっちゃんの時代、みっちゃんの時代が今始まる。取っちゃうもんね、もう調子乗って。お、なに、このキャンピングの後ろにいればいいよ俺。ちょっと怖い、近い、怖い、もうやだんだけど、この人たち、なんかすごい、なんか殺そうみたいな、そういうなんか人間のそういう汚い部分が見えた俺。カモン、マジで行くわ、行く、打ち来る、行く。なんかこの辺なんか激戦区でやんですけど、ラーメン激戦区が迫ってくる。だがあいにくうちはうどん屋なんでな、そんな争いには参加しないのだ。これもぶっ壊そう。ちょっとカモン、わかったカモンね、カモンならマジで責任持ってな、責任取りなさいよ、あんたちょっとこれどうにかしなさいよ、あんた、やべべべべ、怖いんですよ、全身だぜ、やばいっていうか、なんか今日の俺ちょっと口調オカマっぽくね、なんか、まあ、男とオカマ表裏一体みたいなとこもあるし、これやばいぞマジで。地獄のクイボ作戦、クイボ作戦じゃ、よし来てる来てる、地獄の、あーちょっと割り負けたら終わる、マジでこれ割り負けたら終わるぞみんな、マジだからな、これマジ、ちょっとやばい、これ終わるくせ、さようなら、あーありがとう青春。やばい、俺の中の何か切れた音がした。ダメだ、まだ負けちゃいない、まだ試合終わっちゃいないんだ。そう、どうしよう、打開の手が思いつきません。もうタッチダウンしかほぼない、おお交通事故。ただここまでリード取られるとね、もう、ああ下りね、ここまでリード取られちゃうと相手守りの戦い方で全然いいから、本当になんならこのね、このアポロチョコみたいな部分にずっと突っ立って、なんかこうタッチダウンだけ阻止してれば OK みたいな、そういうやりようもあるような気がするんだよね。だからこれかなり不利なんですよね今、ここまでリード取られるとな。おーちゃい、うまいな、またキャンピングボーイか、違うか、単純にあれだな、スーパー着地ってタイミングを見誤ると普通に狙いの的なんだなっていうことが、ちょっと今日勉強になったかもしれない。これちょっとな、スーパー着地が下手すぎまんな気がするから、その辺もうちょっと勉強していかないと。意味ないけど、撹乱させるためじゃない。こ
こういう、おお、くそくそ簡単な罠に、あー、皆様ありがとう、 B 隊の皆様ありがとう。今日から僕は C 隊になります。 C 隊にもなんねえか、 B だから B マイナスになるだけか。勝てねえガチオコっていうか、富士壺のガチオコマジでむずい。拮抗してたけどな。さらば、またこっからかって、半分ぐらいのとこから来てくれるとせめてね。はい、というわけでね、今回のパートは、こんな感じで終わっていこうかなと思います。いやー、富士壺のガチオコむずいわ。なんか中途半端なカウントリードを取った時に、なんかどっちから守っていいやらみたいなとこがあるというか、基本こっちから行くとね、こうもうこう行くとそこにすぐアポロチョコがあるじゃないですか。だからここでもうビャッと最短ルートでトーンって行けるんですよ。ただね、こっちから行くとね、なかなかたるいけど、こっちをね、守備の意識が欠けてた場合、こっち守りに来るまでも結構めんどくさいから、さーっと行って、こう、ぴゃっと行かれちゃうってことも、まあまああるんですわな。だからこの、こっちを見とくか、こっちを見とくかって、この二択間違えと、こっち見といてあっちから来られると結構最悪というか、ここ一回降りちゃうと、あっち守りに来るの相当だるいですからね。まあそんだけで、ね、さよなら。いやー、にしても、今回の男らしさは、明日使えるものばかりでしたね。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけると、とても嬉しく思います。では、ありがとうございました。にゃ。